こいつらタイムリンか。キララ先輩。ん？何？なんていうか、その今月の24日に時間ありますか？ちょっと今ここでするような話？すみません、ただキララ先輩、明日からしばらく別動任務じゃないですか。終わってからだと直前になっちゃうので。まあいいけど、24日ね。12月24日、それってクリスマスイブじゃない。その日に時間あるかって。どうかしましたか？いや、なんでもないわよ。どうかしらね、確認してみないと。そうですか。ご予定があるなら無理しなくてもいいんですけど。ああ、だから後で確認しないとね。バカね。ここで即受けなんかしたら、寂しい女とかガッツく女なんて周りに思われちゃうじゃないの。こいつはそうは思わないだろうけど、そのくらい気を回しなさいよね。いえ、そこまで手間を取らせる用事じゃないんです。すみません、無理に聞こうとして。バカ、アンポンタ、僕たち。今思い出した、空いてるわよ。え？24日なんて特に何でもない日だから忘れてたけど、今特に任務も何もないことを思い出したって言ってるの。あ、そうだったんですか。だったらその日。来た。これってデートのお誘いよね。落ち着きなさい。私、こいつに断られたと思われないように、それでいてお願いされて仕方なく風に。なあなあ風魔、それってクリスマスパーティーの話だろ。仮装して楽しむって約束したやつだよね。キララ先輩も誘うんだ。ああ、こういうのは人が多い方が楽しいからな。何よ、せっかく私が勇気を出して、じゃなくて仕方なくデートの誘いを受けてあげようとしたっていうのに。あ、すみません、勝手に中断しちゃって。というわけで、よかったらキララ先輩も俺たちのパーティーに参加しませんか？あ、そう？ああ、そっか。そういえば24日といえばクリスマスだったわね。今思い出したわ。あ、もしかしてやっぱり用事が。ないって言ってるでしょ。私のクリスマスの予定は待つから、パーティーには参加するわ。これで満足？え、あ、はい、ありがとうございます。何よ。ああ、俺みたいなワルが言うこっちゃねえだろうよ。姉ちゃん、もうちょっと素直になった方がいいぜ。か、キララ先輩、寝かした生地出してきました。オーブンの余熱も大丈夫です。
それじゃあ先にスポンジを焼いて、その間にクッキーの型抜きをしちゃいましょうか。このケーキ、どこの店のだ？へえ、お店？なんだよ、意地悪せずに教えろよ。意地悪じゃなくて、そりゃ風魔の聞き方が悪いぜ。だってそれは、キララ先輩が作ったケーキだからな。え、そうなのか？ちょっと、それはそうだけど、二人も一緒に作ったでしょ？だけど、私たちは教わってばかりだったし、キララ先輩が作ったと言っても過言じゃないですよ。そっか、キララ先輩、美味しいです。別に、本当に美味しい。今まで食べたどのケーキより美味しいですよ。さすがに嘘でしょ。もうおべんちゃらばっかり言って。いいえ、こんな美味しいケーキ食べたことない。だって店のケーキにはこんなにたっぷり愛情が入ってませんから。え？何言って、そんなわけ。勘違いしないでよね。こんなに溢れるくらい愛情を込めておいて、俺が気づかないとでも思ったんですか？甘くて舌が溶けるかと思いましたよ。そんな舌溶けちゃえばいいのよ。キララ先輩、いや、キララ。ダメ、そんなかっこいい顔したって私はなびかないんだから。好き好きなんて言わないんだから。キララ、俺の舌をお前の舌で拭ってくれよ。溶けちまう前に。とろけ合おう。キス初めてなのに。キララ先輩、キララ先輩。ダメ、これからはもうキララって呼んでくれなきゃ許さない。ねえ、キララ先輩。キララ先輩。
と、フーマは？どうしたんですか？キララ先輩の家ですよ。フーマはまだ家で準備してるんじゃないですか？ああ、そうね、そうだったわね。ごめんなさい、少しうとうとしちゃった。言われた通り、デコレーションしてタッピングまでしておきましたよ。風魔の驚く顔が楽しみだぜ。そうね。しても仮装なんてする必要あるのかしら。別にあんなチンピラ風情の男にからかわれたからってわけじゃないんだから。